こんにちは。藤井です。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。お世話になります。取手市長の藤井でございます。今日はよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。まあ、それでは私の方から、はい、自己紹介をさせていただきたいというふうに思います。まあ、米沢市は山形県の最南端に当たります。はい、人口は8万2000人くらいになりました。面積は取手山園の通路広くて548平方メートル。はい、まあ、ほとんどは山に囲まれた町でございます。まあ、宇治木の城下町として、知られておりますけども、宇治神経が来る前には伊達政宗も乗れたということで、伊達市の町長もあったところで、ございます。まあ、そういったことで、まあ、歴史のある米沢であります。また米沢にはあの米沢市のアジの ABC というのがございます。中川市長さん、米沢市の紹介をありがとうございます。私の方からも取手市について若干の説明をさせていただきたいと思います。取手市は茨城県の最南端に位置をしております。東京からちょうど40キロというところでございまして、東京の方から常磐線に乗ってまいりますと、利根川を越えたところが、取手市ということで、利根川の 南側は千葉県ということでございます。取手市は南側に利根川、そして、北の方にですね、小貝川という川がありまして、この2つの河川に挟まれている水と緑の豊かな、いわゆる、まあ、関東のですね、まあ、穀倉地帯であったというところでございます。江戸時代には水戸街道の宿場町として栄えておりまして、まあ、利根川水運の拠点としてですね、にぎわっております。長谷川新という方の原作のですね、一本刀土俵入りという作品がありますけれども、その中で、まあ、砦をモデルにしているんだと思うんですけれども、取手の宿という形でですね、その長谷川新の原作の中では紹介されているものでございます。昭和40年代から50年代の中ほどにかけまして、住宅地としてですね、非常に発展してきたということでございます。まあ、砦市はそういう中でですね、東京に通うサラリーマンの人たちも非常に多いところでございますけれども、もともとの取手市でお住まいで農業されている方もおられるし、まあ、いろんな要素がたくさんあるところでございます。今日楽しみにしております。ありがとうございました。まあ、さっき取手さんはこのチャレンジで初めて参加されるとお聞きしておりましたけども、はい、どうなんでしょうか。初めての参加ということでですね、いろいろと不慣れではございますけれども、健康づくりということに関しましては、スマートウェルネス取手という旗を掲げまして、非常に介護予防のさまざまなプログラムにはもともと非常によく取り組んできております。そういう中でですね、非常に高齢化の進展はこの東京圏の中で早い方なんですけれども、介護認定率ではですね、全国平均 18% に対しまして 12.1% という非常に好成績でいるようなところがございまして、市民の皆さんに健康の大切さについてはよくご理解と、なおかつ実践もしていただいているとは思うんですけど、ちょっとまあ今回初めてですので、なかなかどうでしょうか。頑張ってみます。座町さんに勝ちをお譲りしたという、はい、
少し厚かましいんですけれども、金メダルを取ろうということで、参加率 50% を目指して頑張ってみたいというふうに思っております。もっとも数字を高く掲げましたけれども、健康の大切さとまた仲間づくりの大切さということを市民の皆様が本当によく感じていただいて習慣化をしていただくことのきっかけになればというふうに思っておりますので、先輩の胸を借りるつもりで当たらせていただきますので何卒よろしくお願いします。私の尊敬する、上杉鷹山公の大事な言葉に女の心というのがございますので、私もその、米沢さんの女の心に甘えてですね、私どもも女の心を掲げさせていただいて、フェアプレーで取り組みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。米沢市の参加率、3度目 50% を目指して、金メダルを獲得したいなって思っています。トリックさんもそうなりますけど、市の健康づくりということで、米沢市の健康長寿日本一を目指していこうということで、今年度、市民会議を立ち上げて、その中でもやっぱり体を動かすと、スポーツ、運動に親しむことが重要な課題となっておりますので、多くの方に参加を呼びかけて、なんとか地域全体でチャレンジしながら地域の活性化にもつながっていければなというふうに思っておるところであります。そういったことでいろいろ取り組みも導入していますけれども、鳥手さんはどのようなチャレンジを開催されるんでしょうか。今年の取り出の取り組みですけれども、実は、来年になります2019年に茨城県で国体が予定されております。その国体のですね、先取りといった意味合いもありまして、取り出し次のようなことにポイントを置いて頑張ってみたいと思っています。実は取り出し内で行われます国体の種目は、正式種目が、自転車とボーリング、それから公開競技といたしまして武術太極拳、そしてデモンストレーションスポーツといたしましてエアロビクスと、それからダンススポーツがございます。そういう中でですね、この国体の PR も兼ねてそれぞれの競技の体験教室を開催いたします。はじめに、ボーリングにつきましてはボーリング場にお願いいたしまして、チャレンジデーという一言でですね、ゲーム料金が割引になるようになっております。その他市民団体や自治会なども当日、体操やウォーキングなどの大会を催していただいて、チャレンジデーを盛り上げてもらうこととなっております。米沢市さんはどのようなイベントを企画していらっしゃいますか。はい、米沢市も今まで2回を経験をさせていただきまして、その3回にどのように上げているかというのを、いろいろ勉強させていただきました。今年は山形県に本拠地があります。サッカーの J2 ですけども、本拠地を山形というチームがありまして、その選手の方々と幼稚園や保育園の地域を対象とした触れ合いサッカー教室とか、ゴミ拾いとスポーツを一体化させたスポーツゴミ拾いを実施する、そんな予定をしておるところであります。今年はイベントもそうですけども、どちらかというとやっぱ多くの市民にこのチャレンジデーを知り続けているということに取り組みたいな、こんなふうに。せっかくの機会ですので、少し米沢市の PR をさせてください。先月4月が20日ですけども、国の指定をいただいた重点道の駅がオープンしまして、実は今日13日目が10万人を突破いたしました。大変おめでとうございます。県内外からお客様にご利用いただいているというような状況で、米沢の食とか伝統文化技術を発信しておりますし、また観光や物産の拠点となる、施設として期待をしておるところでございます。また今はちょうど春の上杉祭りの期間中でございまして、今日
曜の夕方からは天津港の不定式が行われますし、はい、明日は武田軍と宇治軍が撃破した川中島の戦いを再現するということで、双方を甲冑身を包みながら戦国夜巻を演じるということで、多くの観客にご来場いただいておりますので、まあ、ぜひ富士市長さんも機会がございましたら、はい、観光においていただければなと、このように思っておるところです。はい、中川市長、米沢市のご紹介ありがとうございます。上杉祭りで行われる川中島合戦の再現の写真は、取手市のチャレンジデーのチラシにも掲載させていただいております。戦国時代にタイムスリップしたような迫力が伝わってきます。ありがとうございます。取手市は先ほども申し上げましたようにですね、首都圏のベッドタウンとして発展してきた関係もありまして、団塊の世代が数多く転入してきているわけでございますけど、高齢者ではありますけども、一人一人が生きがいを持って、そして仲間もいて、そして健康のための運動習慣を持っているということで、スマートウェルネス取手の推進ということで取り組んでおりますので、このチャレンジデーがまたさらにですね、その定着の一助になるのかなというふうに思っております。ここで取手の健康づくりのキャラクターであります鳥亀くんを紹介をさせていただきたいと思います。こちらにカメラが映るんですかね。私に代わりましてですね、このキャラクターがですね、鳥亀くんという鳥亀の健康づくりのキャラクターでございます。鶴は千年、亀は万年と言われますけれども、亀は健康と長寿の象徴でございます。鳥亀くんにはですね、まあ、いろんな表情をしていただきまして、歩く、食べるなど、さまざまなパターンがあるんですけれども、取手市の啓発品あるいは発行物などに広くですね、登場していただきまして、健康づくりの PR に一役買ってもらっているところでございます。またですね、これ程よく絶妙取手と書いてございますけれども、ブランドイメージの程よく絶妙取手を用いまして、取手の新たな魅力を発信し、イメージアップを図っているところでございます。取手市の、まあ、大きな行事といたしましては、毎年8月に開催されます取手利根川大花火で、約10万人の人出が繰り出すですね、夏の風物詩となっております。お時間があればぜひお越しをいただき、桟敷席から見る花火をお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。先ほど実施のさんから洋学校の中の青春の話がございました。はい、同じ洋学校の有名な言葉に、出せばなく、なさねばならぬ、何を、ならぬは人のなさなりきりで有名な言葉があります。はい、我々しっかりこの洋学校の青春をとって、はい、チャレンジで頑張ってまいりたいというふうに思いますので、はい、お互い、当日は頑張って、はい、しましょう。はい、はい、お互いに、はい、お互いに頑張っていきたいと思います。中川市長さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。